Junior Worth Challenge, Youth World Challenge, the finals. I think I might have pronounced the Youth World wrong there. Yep, today is the day. 記念すべき第1回ジュニアユースワールドチャレンジ決勝戦。決勝のカードは優勝候補筆頭としてここまで勝ち上がってきたヨーロッパナンバーワンチームドイツと、イタリア、オランダ、セネガル、アルゼンチン、そしてフランスと、あまたの強豪を撃破し驚異の快進撃を続けてきた、right. 日本の対戦です。 We came in here with a fury. 果たしてこのジュニアユースの世界大会、その優勝の栄冠に輝くのはどちらのチームになるでしょうか。Alright. 決勝戦。翼、お前はとうとう世界一を争うこの場まで来たんだな。And Roberto is definitely looking from afar. 俺はやはりロベルト、バルバス監督。こんにちは。来ると思っていたよ。君の教え子の晴れの舞台なのだからな。バルバス監督はやはり翼をスカウトに。ああ、今日の試合が終わったら正式に話をさせてもらおうと思っている。翼がアルゼンチンに来たらまた勝負ができる。そうしたら今度は借りを返してやるぜ。 Yeah, Roberto is really... バルバス監督、今日の試合Thinking on that. まあ残念だがドイツだろう。いくら日本に翼大空がいるとはいえ、Yeah, Journey seems very consistent. I won't get mad at him choosing that though. もしうちにスカウトできるとしたら、何人と交渉することになるかな。だったら、もし日本が勝ったなら、そのスカウトの話。待ってくれませんか。え、俺が先にブラジルに、俺のチームにスカウトします。ロベルト、 Yeah, he's really thought about it. And that shock, like, what? It was like, 何？ここまで来たんだ。3年前の全日本少年サッカー大会で彼らを見たとき、私は日本サッカーを変えるのはこの世代だと直感し、これまで強化を図ってきた。特に大空翼、彼がブラジルに渡らずに日本に残ったのは、日本サッカーのためには良かったのかもしれん。翼という格好の目標ができ、打倒翼を目指して同じ世代の選手たちが燃え、自分たちのサッカー技術を磨いた。 A lot better because of all this. そして3年後、日向小次郎は翼に追いついた。他の選手たちも翼を中心に成長し続けた。翼もまたライバルに追われながら、日本にはもう戦う相手がいないほどに成長した。そのみんなに加え、ドイツとフランスに渡り修行を重ねた三崎と若林、彼らが合流した真の全日本ジュニアユース、彼らはついにここまで来たんだ。しかし、ここで満足しちゃいけない。このドイツジュニアユースを倒してこそ本当の道は開けるんだ。我々の夢、日本のワールドカップ優勝という、 Yeah, that's the ultimate goal. That World Cup Championship is definitely still something that is something they want to reach for. してこそ踏み出せるんだ。俺は、it was Roberto. It looks like he was walkingby Katagiri, or walking near him, I should say. よし、みんな、ミーティングを始める。今日のことは昨日話した通りだが、一通りおさらいしておこう。では頼む。ドイツで注意すべき選手は何と言ってもシュナイダーだ。奴の実力は他の選手とは別格だ。特にブラジル戦の最後に見せたあのファイヤーショットは、正直俺でも止められるかわからん。ディフェンダーはシュナイダーを徹底マークして
送られてくるパスをできるだけ阻止するんだ。いざという時はこの俺が顔面で止めてやるよ。 No pain no gain I guess。 そうだぜ石崎、あんなシュート食らったらただでさえひどい顔がさらに見られねえ顔になっちまうぞ。 He looks uglier than you are now。 うるせえ、男は顔じゃねえんだよ、心だ心。ギャッハッハ、石崎は男たい。そしてゴールキーパーのデューター・ミューラー。 Yeah, that's the one we definitely was gonna look out for。 シュートを止めるパワーも強い、しかも巨体に似合わず反応速度も抜群だ。生半可なシュートは通用しないだろう。僕たちの基本的な戦い方はシュナイダーのシュートを極力減らしてミューラーに何本ものシュートを打ち込むこと。そのためにはどうしても中盤を制する必要がある。だがその中盤にはハイネがいる。あいつのドリブルとパスは翼にも匹敵する。彼に自由にプレーされたらシュナイダーにボールが渡る機会が増えてしまう、そういうことだね。そうだ。しかしハイネを抑えてもまだシェスターとカルスがいる。今大会2人はボランチで出ているが本来は攻撃的な選手でテクニックにも優れている。絶対に油断できない相手だ。ものすごく分厚い中盤ですね。 Yeah, they do。 いかに翼といえど苦しい戦いになるだろうが、なんとか中盤を制してくれ、頼むぞ。うん、必ずやってみせるよ。翼くん、僕たちもついてる、みんなで戦おう。うん。ドイツは強い、だがひるむことはない。プレマッチの時の君たちとはもう違うんだ。Yeah, we definitely grown a lot。 今まで培ってきたものを精一杯発揮すれば必ず結果はついてくる。自信を持って戦うんだ、いいな。はい。 Yeah, I know。 よし、行くぞみんな。ドイツに勝って世界一を勝ち取ろう。この試合ワールドカップ決勝のつもりで戦うぞ。All right. Yeah, I was trying to put this like it's the World Cup. You know, this isn't, but we know what this is. And I know they're going to go to the other side. 今日の相手、yep. 日本はプレマッチでも戦ったが、今の日本はあの時とは全く違うチームだ。しかし、だからといって恐れることは何もない。世界最強なのは間違いなく我々だ。自信を持って戦うんだ。いいな。はい。父さん、いよいよだよ。Yeah, and this is something that Snyder was going to do。俺は世界一の選手になる。そして、父さんのサッカーの正しさを世界に証明してみせる。シュナイダーさん、気合い入ってますね。目の光がいつもとちょっと違う感じですよ。はいね。俺も今日は人生最高にマジでいきますよ。俺とシュナイダーさんでドイツを世界一に導きましょう。あ、頼むぞ。はい。おいおい、2人だけで盛り上がるなや。ゴルツさん。そうそう。Yeah, because you also got those guys。シュナイダーだけにじゃなくて俺にもいいパスを頼むぜ。はいね。前後のバランスは俺が取る。3人は心置きなく攻めに集中してくれ。ゴールは心配いらん。お前たちは点を取ることだけ考えればいい。ま、何かあったらわしもいるしよ。皆さん。See, I don't hate these guys. I do not hate these guys. I actually like these guys. Because they are sticking together, they are focused as a team. They really feel like they are like, there's no issues.Because all the other teams that we went through, there may be some a little bit of turmoil or a lot of turmoil. This team, I have not seen that once. And all the other teams are watching from afar as well that didn't pass any of the other teams.
今日勝って世界の頂点に立ったはドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー軍率いるドイツか、はたまた日本が生んだサッカーの天才児大空翼君率いる全日本ジュニアユースか、ツバサ with all Japan or the young emperor with Germany。 We're gonna see。どっちが勝つのかな。予想ではドイツが断然有利だけどな。Yeah, now the other teams are giving their predictions of who's gonna win. 戦ってきた俺たちは知っている。日本には底知れない強さがあるんだ。That is cool that all the other teams are watching. おそらくどちらのチームも試合の最後の1秒まで気の抜けない試合になるだろうな。ロベルトさん、来てくださると思っていました。あなたは翼の件、翼をブラジルに連れて行ってくださいということを考えてくれましたか。ええ。でももう一人、翼をスカウトしたいという人がいるんです。アルゼンチンジュニアユースのバルバス監督です。はじめまして。じゃあ、翼をアルゼンチンへ。ええ、この大会が終わり次第話をしたいと思っています。でも私たちは賭けをしたんです。賭け？そうです。日本が勝てばロベルトが、負ければ私がスカウトすると。じゃあ日本が優勝すればロベルトさんは翼をブラジルへ。 So if we win, Tsubasa goes to Brazil. Germany wins. はい、goes to Argentina. ありがとうございます。残念ですが、バルバス監督、日本は勝ちます。え？日本は勝ちます。 Yeah, Katagiri is definitely standing by that. 決勝戦、いつ迎えても気持ちいいものだ。だって、明日に力を残すことなく、全てをかけて戦えるんだ。でも今日の決勝は今までの中でも一番大きい決勝戦だ。よろしく。いいゲームをしよう。うん、ベストを尽くすよ。まあ頑張ってよ。どれほど成長したか俺が見てやるからさ。Alright, so, special mission, attain at least a shot rating of A with Eagle Shot set. Award, Wild Eagle Shot. Now, is that with my character or with Matsuyama? That's the thing. I think that has to be with me. That's what I feel. But okay, alright, I'm up to the challenge. Alright, ladies and gentlemen, we're now here. Japan versus Germany. The finals. It's been a long, hard road for Team Japan.All the ups and downs they dealt with in scrimmage and what they've accomplished with the teams that they had in front of them. Now we're going to try to make sure we take home this W. But Germany definitely wants to take home the W themselves. It definitely won't be easy. They beat us bad when we first fought them in scrimmage. So we're going to have to return the favor and let them know that we're going to be victorious and not them.その表情から伝わってきます。それでは両チームのスターティングメンバーをここでシュナイダー、君には負けない。敵陣勝負、翼大空に変わっていく。よっしゃ、フェイント、ヒュルケ、連続
Wow. That did not go through at all. He even tried to run for it. Oh shit. Damn. He is strong. But I took half of it out. Come on! Didn't happen. Is this what I think it is? Neo Drive Tiger Twin Shot, yeah! What I'm talking about, Hyuga. Stop! Yes, defender. Positioning was それでいい。今の形なら大丈夫だ。さすが若林だ。そう簡単にゴールはさせてくれないな。なあ、not that easy。いくらお前でもエリア外からでは難しいかな。ならば、ペナルティーエリアに入ってシュートを打つだけだ。はい。パスを頼むぞ。了解。任せてくださいって。Good job, Soda. パントキックで大きく蹴り出した。松山君、ロングパスを受けます。少しは頭も使いなって。それ。ドリブルでボールを運ぶ。体ごとぶつかっていく。もらった。ドリブルを見送る。
よし、あーっと、それの位置でバスケット。マサ君、激しいタックル。ミサキ君、ここはパスを出した。これは南米式のバスケ。ボールは友達。マイアミ、激しいタックル。マサ君、ここは抜かせません。Damn! できればいい流れで前半を終えたいところ。ミサキ君、おっと、攻守交代だ。激しいタックル。シュッ！ボールも奪った。チャージが決まった。いいぞ！なんで突破だ！パスもらったぞ！横にかわして突破。俺の足元にも及ばないね。Oh my goodness!My guy was not being able to get past. いいチームだ、日本。翼だけじゃない。俺が3年前に日本で見ていた選手たちも大きく成長している。君たちも翼と共に、あれからずっとサッカーを続けていたんだな。いい前半だったな。さすが決勝戦という試合だ。後半も楽しみだよ。ええ、決勝戦か。そういえば3年前の全日本少年サッカー大会では怪我した翼の足をマッサージしたこともあったな。できれば今もそばで何かアドバイスでも送ることができれば。ん？ Somebody's coming. ロベルトさん。Oh, カタギリ。はい。翼に伝言があるなら伝えます。He's thinking.俺のノートの52ページ目の項目、それを忘れるなと。52ページ目ですね。わかりました。オッケー、ページ52。 It's on page 52. I definitely want to know that.みんな、素晴らしい前半だったぞ。君たちはもう私の想像のはるか上を行っている。ここまで来たらもう何も言うことはない。自分たちの持っているもの全てを出し尽くし、後半を戦い抜いてこい。はい。 Alright, we just gotta keep the momentum up. It's not gonna be easy though. あと後半を残すだけ。それでまたお別れだね、翼くん。ミサキくん。Yeah, I kind of forgot they're gonna part ways after this. 3年前にも同じことを言ったけど、勝って優勝してお別れしよう。Yeah, let's take home a win. Phone going off in the back. 沸かします。プレマッチでの借りは自分で返したかったが、後半戦俺の分も頼むぞ。シュナイダーを抑え切ってチームを勝たせてくれ。ああ、そして若島津の借りも俺が返してやるよ。若林、おお、頼むぞ。 Yeah, everybody's banding together, showing their support. いいチームだ、全日本ジュニアユース。試合に出る者もベンチで待機する者も共に勝利を目指して戦うことに一丸となっている。こんないいチームが優勝できないはずがない。なあ、そうだろう、みんな。Yeah, we're not gonna lose. まだまだ中盤で持たせすぎだ。もっとチェックを早めにして前線につなぐんだ。ディフェンダーもタックルが甘いぞ。ゴール前まで持たせるな。その前に潰すんだ。は、はい。すみません。Yeah. I'm happy that they're down one. They can still come back on this.シュナイダー、今戦っている日本は強いんです。我々と同じレベルの実力と精神力を持った強い相手なんです。しかしドイツは負けるわけにはいかない。俺たちにはドイツサッカーの伝統の継承という目的がある。今まで築き上げてきた栄光の数々、その長い繁栄の歴史、そのドイツサッカーの歴史を日本にそうやすやすと変えさせるわけにはいかないんだ。そうだ、みんな、
Yeah, I'm not mad at this team at all. Like, I do not hate the Germany team. I like them, actually. Because I'm seeing where they're coming from. Being scorned on him. 先生がこの場にいたら俺の悪い癖を精神面の甘さを厳しく指摘されていただろう。こんな情けない姿を晒してしまっては俺がこの大会に出ることを許してくれた先生に申し訳が立たない。ミューラシュナイダー、後半も頼むぞ。任せておけ、シュナイダー。日本にはもう一点もやらん。もうわずかの油断もしない。先生のため、ドイツの勝利のために、俺は後半も戦う。Alright, we're definitely gonna have to keep ourselves synced up on that. そういえば、ハイネの姿が見えないな。Yeah, where's Hein? そういやそうだな。どこ行ったんだ？まさか、あいつ。He's not what? くそ。Oh, he's in the He's in the infirmary. あと少しの So he's injured. 俺のため、シュナイダーさんのため、そしてドイツの世界一のために持ってくれよ、俺の足。やっぱりな、そういうことだと思ったぜ。カルツさん、こないだのブラジル戦で傷を痛めたんだろう。無理しやがって。カルツさん、みんなには黙っていてください。 So from the previous game against Brazil. 俺はまだいけます。あのドイツの大会の決勝の時みたいに俺の怪我でチームを負けさせるわけにはいかないんですよ。 He doesn't want lightning to strike again. He's gonna tough it out. あいつめ、いい根性してるじゃないか。 Yeah, I'm not mad at this team at all. わしも勝負の機会。 I really am not. I'm not mad at this team at all. よし、時間だ。さあ、行くぞ、みんな。勝って、絶対に優勝するぞ。今の翼は全国中学生サッカー大会の決勝の時に似てる。あの時の翼は勝つことだけに執念を燃やして無茶なプレイを繰り返していた。Oh, yeah. 今日もこの間そんな風にならなきゃいいけど、ロベルトがまだアメリカにいるのかどうか、この試合を見てくれているのかどうか、それは分からないけれど、俺は必ず勝つよ、ロベルト。勝って優勝して、ロベルトの待つブラジルへ殴り込みをかけるんだ。お、ドアオープン。翼。お、カタギリ。カタギリさん。Sending a message。ノートの52ページだ。え、ノートの52ページ。では、また後でな。Yeah, that's it. ノートの52ページ。まさか、ロベルトが。He just got it. Page 52. ノートっていうのは、俺が小学生の時にサッカーを教えてくれた元ブラジル代表の選手、ロベルト本郷が。Okay. 俺のために書いてくれたサッカーに関するノートのことさ。ロベルトのノートの52ページ。それは、そうか、そういうことか。わかったよ、ロベルト。52ページの意味が。Okay, what does it say? ノートの52ページ。そこに書かれていたのは、サッカーの楽しさについてなんだ。Having fun? Come on, tell me!
長いけど、それじゃあ。翼、なぜサッカーはこんなにも楽しいんだろう。世界中で最も愛され親しまれているスポーツ、サッカー。俺が思うに、それは最も単純で最も自由なスポーツだからじゃないだろうか。グラウンドに立てば監督からのサインなど何もない。自分で考え、自分でプレイする。何にも縛られることなく、他の10人の仲間たちとただ一つのボールを目指し戦うスポーツ、サッカー。サッカーは自由だ。グラウンド中央、ボールを持ったらどうする、翼。何をしてもいいんだ。ドリブルしても、パスしても、シュートしても、何もしないで止まってだっていい。パスだって前にも横にも後ろにもどこだって OK。 それはドリブルだって一緒だ、翼。サッカーは自由だ。俺はそんなサッカーが大好きだ。だから翼にも、サッカーをやり続けるならば誰よりもサッカーのその楽しさを愛してほしい。 Okay, I get the understanding with page 52. これがノートの52ページ目の内容さ。君もきっとサッカーが大好きだと思う。だからこのことをぜひ覚えておいてほしい。さあ、もう後半が始まる。行こう。 All right. Okay. All right. Love the game. All right. So we're up one, but that doesn't mean they cannot come back, because they can still come back. So let's get to the second half.